即戦力外ドラフト。先日2021年ドラフト会議が行われたプロ野球、西日本工大の隅田投手に4球団が競合するなど、今年は即戦力投手に人気が集まりました。これまでも即戦力と期待され、本当の即戦力となった選手もいれば、即戦力と評価されながらも期待通りの活躍ができずプロ野球を去る選手もいます。中には即戦力を重点的に示したドラフトにおいて、その全員が期待通りの成績を残せず、わずか数年で戦力外となり、本物の即戦力外ドラフトと揶揄されたチームも存在したんです。そこで一つの疑問が生じました。なぜ即戦力外ドラフトは誕生してしまったのか。というわけで今回の動画は、即戦力新人が即全滅してしまった即戦力外ドラフトを紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。即戦力外ドラフト。改めて即戦力外ドラフトについて説明すると、即戦力として評価された新人を多数指名したドラフトにおいて、そのほとんどが活躍することなく短期間で即戦力外となり全滅してしまった大失敗ドラフトのことを言います。ドラフトは終わった時点で各媒体によって点数がつけられます。しかしドラフトの本当の評価は5年から10年経過しなければ分かりません。ですので今回の動画では、今から5年前の2016年から10年遡り、大学社会人の比率が多かったドラフトのうち、8年以内にチームから全滅した2011ヤクルト、2014中日、2014ヤクルト、こちらの悪名を名高い即戦力外ドラフトを紹介したいと思います。2011年、ヤクルト。2011年3月11日、東日本大震災が発生。東北地方を中心に甚大な被害を与えたこの年、ヤクルトは前半首位を独走するも、後半に急失速し、中日に優勝をさらわれてしまいました。この年のヤクルトは打高投低、チーム防御率はリーグ5位でしたが、チーム得点数はリーグトップ、盗塁数はリーグ3位の43。しかし、この年、初盗塁の1番センター、青木選手がメジャーに移籍。そのため即戦力投手と俊足の外野手が補強ポイントとなっていました。そこでヤクルトはドラフト会議で、俊足強打で外野手もできる厚生学院高校の川上内野手を1位指名すると、被災地の石巻市を拠点とする日本製紙石巻の日屋根外野手を3位、太田投手を4位で、5位に東北福祉大学の中根投手を指名、補強ポイントを東北にゆかりのある選手たちで埋めるドラフト戦略を実行しました。当時のヤクルト八重樫スカウトは、今年のテーマは東北復興と発言し、このドラフトは東北復興ドラフトと呼ばれました。この八重樫スカウトの発言を受けて、毎年各球団のドラフトを辛口採点することで知られる古関淳二氏は、震災とドラフトは関係ないとしながらも、ヤクルトが1回目の抽選で高橋周平選手を外した後、同じ高校生野手の川上選手を指名したブレのなさを評価し、70点の高得点を与えました。しかしその後、その高評価とは裏腹に、東北復興ドラフトの面々はプロの厳しい洗礼を受け、2013年に4位の太田選手がわずか2年で戦力外となったことを皮切りに、他の選手も短期間で戦力外に。そして16年にはこれまで1軍出場がなかったドラ1の川上選手も、高卒ドラ1では異例のわずか5年で戦力外となりました。このあまりにも早すぎる戦力外を受けて、ヤクルトファンは東北復興ドラフトの多くの選手を担当した八重樫元スカウトを非難。八重樫ってパラレルワールドの住民なんじゃ。東北応援を東京のチームがドラフトでする意味がわからんと言った。怒りの声が上がりました。後に八重樫元スカウトはスポーティバのインタビューで、川上選手を指名した理由について、外野手として守備範囲の広さは魅力でした、足もすごく速かったしね、肩も強くて球も速くて、投手としての適性もあった、でも結果的に川上が一度も一軍出場がないまま退団していったので、 SNS 上では八重樫はダメだって言われているんですよ。僕にも言い分はあるんだけど、プロは結果が全てだから言い訳はしないですけどね、と語っています。また他の東北復興ドラフトメンバーのうち、3位の日屋根選手は15年チームのリーグ優勝に貢献するも、印象的なエラーが多く18年で戦力外。6位の古野投手も15年に4勝を挙げ、同じく15年のリーグ優勝に貢献しますが、翌年に選手生命を絶たれる右肩の故障に見舞われ、18年で戦力外となるなど、結局指名された6人全員が8年で全滅しました。2014年、中日。この年の中日は谷繁新監督のもと、2年連続 B クラスとなる4位に終わりました。チーム防御率はリーグ2位でしたが、チーム得点数はリーグ5位と課題が残り、この年のベストオーダーを見てみると、40代が2人、30代後半が2人と、レギュラーの超高齢化が大きな問題となっていました。そこで中日フロントは、この年のドラフトで投手野手両方で即戦力を重視する方針を示し、1位指名にはアジア大学の山崎康明投手が有力候補に上がっていました。しかしドラフト会議当日、
当時の落合 GM が谷重監督に三菱日立パワーシステムズの野村亮介投手の獲得を進言。その結果中日は野村投手を単独指名しました。落合 GM は野村投手の連投でも球威が落ちない点を高く評価。谷重監督もドラフト後の取材でスカウトをはじめ GM 監督である自分全員で話して先発完投型の野村くんがいいだろうと決めさせてもらいました。即戦力として考えているし1年目からローテに入って頑張ってほしい。うちで言う吉見みたいに何年も連続して2桁勝てる投手になってほしいと口にし、球団のエースナンバー20を与えるなど大きな期待がかけられました。また中日はドラフト2位以降にも社会人の有力野手4人を含む大学社会人の即戦力を立て続けに指名。落合 GM は高校生は時間がかかり効率が悪い、上位指名以外では高校生はいらないと独自の考えを持っており、その意向が大いに反映されたドラフトとなりました。しかしこの中日のドラフトに対してスポーツライター小関氏の評価は、チームの課題が若返りにもかかわらず1位から9位まで高校生指名がなく方向性がよく見えないとしてヤクルトと同じ最低の50点をつけました。その後プロ入りした野村投手はフォームを崩し制球が定まらず、わずか3年で戦力外となり、残りの選手もハイペースで球界を去ったことから、このドラフトは即戦力外ドラフトと呼ばれるようになりました。遠藤選手、井料選手の2人はサブプレイヤーとして存在感を放った時期もありましたが、期待通りの成績は残せず21年限りで戦力外に。現在このドラフトメンバーで唯一の現役はロッテにトレードされた加藤選手のみとなっています。この落ち合いドラフトの失敗によって若い野手が骨抜きとなり、現在もトップレベルのコア選手が少なく頻打に苦しんでいます。中日は現在も低迷が続き、9年間で A クラス入りはわずか1回と球団史に影を落とす暗黒時代から抜け出せずにいます。落合 GM は結局16年オフに解任され、それ以降のドラフトでは即戦力重視から方針転換し、根尾選手、石川選手などその年の高卒の目玉選手を強豪を覚悟で指名しています。来年以降は立浪新監督のもと、この若い選手たちが成長してチームのコアになればドラゴンズは暗黒時代から脱却するかもしれません。2014年ヤクルト、この年のヤクルトは大ブレイクを果たした山田哲人選手を筆頭に3割打者5人を擁する強力打線を形成。リーグトップのチーム打率をマークするも投手陣が崩壊し借金21でリーグ最下位に沈みました。そこでヤクルトフロントは崩壊した投手陣を立て直すためドラフトで即戦力投手を重点的に指名する戦略を敢行。ドラフト1位で即戦力社会人左腕ヤマハの竹下投手の指名を含む7人中5人を大学社会人の即戦力投手で固めました。一見補強ポイントを埋める的確なドラフトに見えましたが、スポーツライター小関氏の評価は低く、1回目の競合で安楽投手を外し狙い通りの指名ができなかったとして中日と同じく最低の50点をつけました。そして翌年即戦力と期待された竹下投手はプロ入り後致命的な故障持ちだったことが発覚し、初年度は1軍登板なし、2年目以降は制球難で2軍でも苦しい投球が続き、わずか3年で戦力外に。さらに他に指名された選手も期待通りの活躍ができず、わずか3年で竹下投手を含む5人が戦力外通告を受けました。残った2人のうち高卒捕手の山川選手も19年に戦力外。風張投手は18年に53登板防御率 4.37 をマークするも20年限りで戦力外となり、2011年の東北復興ドラフトを上回るわずか6年というとんでもない速さでヤクルトから全滅しました。この悲惨すぎる結果を受けてヤクルトファンの中ではヤクルト史上最悪のドラフトとの認識で一致しており、ネット上では新即戦力外ドラフトと呼ばれています。11年のドラフトに続く大失敗、この2度の即戦力外ドラフトによるチームへの悪影響は大きく、ヤクルトは12年から20年までの9年間で5度の再開、特に2017年には2度の2桁連敗を喫するなど借金51、シーズン96敗という散々たる成績に終わりました。そこでヤクルトはドラフトの失敗によりチームの低迷を招いたことを反省し編成の一掃に着手。17年から柏淵スカウトがアマチュアスカウトのトップに当たる編成部スカウトグループデスクに就任してからは、競合覚悟の上で将来チームの軸になるであろうその年目玉の高卒選手を積極的に指名する方針に転換。17年には村上選手、19年には奥川投手の獲得に成功し、現在この2人はヤクルト大躍進の原動力となっています。まとめ、大卒社会人は基本即戦力として指名します。今年で言うと広島栗林投手、阪神伊藤将司投手、中野選手ですね。ただ大卒社会人出身者はすでに年齢を重ねているため今後の伸びしろが低く、期待通りの活躍ができなければ比較的早い段階で戦力外になりやすいです。今回紹介した3チームはいずれも社会人出身者を多く示せるも戦力にならず即戦力外となっています。
2014年の中日ドラフトのように社会人を多く示し全員がダメだった場合、事実上その年のドラフトを放棄したことと同じで若い世代の空洞化を引き起こし、数年後に大きな悪影響を及ぼすリスクがあります。チームの軸であるエースや4番となる選手は各球団見渡してもほとんどが高校大学生です。ですのでドラフトでは高校大学で将来軸となる選手を補強ポイントは社会人で補う、こういったバランスのいい指名を行うことが大事だと思います。というわけで今回の動画は以上となります。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。